こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日は論語の続きを解説していきます。伊勢の第2です。最後です。24、子曰く、その木にあらずしてこれを祀るはへつらうなり、義を見てなさざるは言うなきなり。子曰く、その木にあらずしてこれを祀るはへつらうなり、義を見てなさざるは言うなきなり。現代語訳です。梶信之先生。講談社学術文庫版53ページ。老先生の教え、世には正しいことと不義とがある。例えば自分たちの祖霊ではない他のものの霊を祀るのは、その他者や霊に取り入り福を得ようとする不義、規則違反のものだ。逆に正しいものと分かっておりながら実行しないのは勇気がないからである。老先生の教え、世には正しいことと不義とがある。例えば自分たちの祖霊ではない他者の霊を祀るのは、その他者の霊に取り入り福を得ようとする不義、規則違反のものだ。逆に正しいものと分かっておりながら実行しないのは勇気がないからであるということです。義を見てなさざるは言うなきなり。これよく使われる言葉ですよね。まあいろいろな意味の取り方あるんでしょうけども、な、これ、対になってるわけですね。その木にあらずしてこれを祀るはへつらうなり。木というのは、祖先の霊のことですね。ご先祖様の霊、自分の祖先の霊ではないものを、祀ってお祈りするのは、これは、へつらってんだと。逆に言えば、自分の祖先の霊だけしっかり、まあ、お守りして祈っていけば、いやさかを祈っていけば、いいんだってことですよね、これね。これすごい大切なこと言ってますね。中国の共同体っていうのは、祖先の霊が中心に、できてると。まあ、今、今日2022年の7月21日ですけど、まあ、お盆になるとお墓参り、ご先祖様の先祖代々の墓にお参りしますけども、人間の、まあ、東アジアの、信仰の中心は、まず祖先の霊を祀る、手厚く祀る。これは孝ですよね。孝っていうのは、まあ、両親への孝なんですけど、ご先祖様に対する孝行。これは垂直的に時間、孝っていう概念によって垂直的な時間の形式を得てるっていうのが、儒教の考え方で、まず祖先の霊、木を祀れと。で、それ以外の宗教、神を祀るっていうのはへつらってんだってことですね。その他の神に取り入って現世利益として福を得ようとしてるから、まあ、へつらってんだってことですよ。今まあ宗教問題がね、ワイドショーでもガンガン言われるようになってきましたけど、まあ、カルト宗教ってあるわけですよ。で、カルト宗教がなぜ、カルト宗教っていうか新興宗教がなぜ起こるのかって話を私は雑談でもしたんですけども、まあ、戦後、大都市圏に移住する人が増えたわけですね。高度経済成長で農村から労働力、金の卵だって言って、中学、高校卒業してすぐに大都市に就職する人たちが現れまして、この人たちはまあ家を継がない人ですね。次男、三男とか。そういう人たちが、どんどん都市部に、都市生活者として入ってくると。そうすると、農村っていうのは基本的に木を祀るっていうか、祖先の霊を祀ることで共同体を作ってますよね。だから、我が参りに田舎に帰るっていうのは、田舎にお墓があるわけですよ。だけど、だんだんね、その、お墓のある田舎の共同体と、縁がなくなっていくわけじゃないですか。祖先の霊から離れた人たちが、心の拠り所を探して、木にあらずして、信仰宗教、まあ、に心の拠り所を求めるっていうことから、戦後信仰宗教が、盛んになったってことですね。まあ戦後だけじゃない、まあ戦前もあったんでしょうけども、大元教とかありますよね。まあ、社会不安が起きると、どうしてもその、新興宗教に頼る人ってのは多いんで、一番、でも日本で起こってることは、共同体の祖先の霊から離れてしまうっていうことが、起こるっていうことが、
まあ、靖国神社の問題もね、柳田国男が先祖の話っていうのを書いてるんですけども、靖国神社っていうのはほら、みんな南方で亡くなって、まあ、例えば大岡昌平の伸びじゃないですけど、南の島で徴兵されてね、行って亡くなった場合、遺骨も帰ってこない場合ありますよね。その兵士たちの御霊はどこに行くのか問題があって、まあ一応靖国神社に祀るっていうことで、あれまあ民間の神社でありますけども、まあ祀るってことになる。先祖のお墓とは別に国家のために戦った人たち、それで遺骨が帰ってこない人たちを靖国神社に合祀して、という宗教的運動ですよね。があると。で、そこの根本にあるのはね、戦争とか大規模に人間が移動して戦争するようになると、祖先の霊と一緒になれない。先祖代々の墓に入れない。祖先の霊廟に入れて、子孫たちに祀られることがない御霊っていうのが出てきてしまう。これが共同体の崩壊につながっちゃうわけじゃないですか。で、そのこと言ってんだと思うんですね。孔子っていうのはその、祖先の霊廟をしっかり厚く祀るっていうことが共同体の根本だっていう、それは道徳とかの中心になっていくと。孔っていう概念、まあこれも道徳ですから、そこから、あの世界観、儒教の世界観が出てくるわけですね。まあ時間形式が祖先から子孫につながるっていう縦軸で考えられていく儒教哲学っていうものが展開されていくと、その後展開されていったと。まあ孔子の時はまだ展開されてないんですけど、その後の儒教の発展によってそういう形で統治として孔って概念が時間を司るもんだと、祖先の霊を祀ることが統治の基本だって話になっていくんですよ。まあ、このこと言ってんですね。その木にあらずしてこれを祀るはへつらはなり。他の神を祀ると、因子邪教がはびこると、社会不安が増すと。逆に社会不安が増すと、因子邪教が、原生利益の因子邪教がはびこるってことですね。これが、政治体制を破壊するってことを言いたいんでしょう。だから大切なこと言ってますね、これね。で、義を見てなさざるは言うなきなり。これは、まあ、正義と分かっておりながら実行して、ないのは勇気がないからだと。まあ、義っていうのは何か、まあ、ここでは正義って書いてあるんですけども、まあ、義理の義っていう、義理っていうのは、ルース・ベネディクトの聞くと刀でも義理っていうのはね、負った分だけ返す人間関係の、概念があるわけですよ。与えられた行為と同じ量だけ返すべき。まあ、義理チョコってのありますよね。会社で義理があるから、チョコをあげるとホワイトデーに何かお返ししなきゃいけないっていう、世間に対する義理、家族に対する義理とかね、親戚に対する義理とか、まあ名前に対する義理、自分の仮名を汚さない義理とか、いろいろな義理をね、聞くとかなんで説明してるんですけども、まあ義理があるのに何もしないっていうのは臆病だからだってことですね。義理を欠くっていうのは臆病だからだと。この正義の義、正義として取るなら正義を果たせないのは勇気がないからだって話なんですけども、もう一つは義理を果たせないっていうのも、まあ、義理を果たしていくっていうのも勇気が必要なわけですよね。一宿一飯の義理でね、ヤクザの親分の家の切り込みに行く高倉健のヤクザ映画がありますけども、昭和残響伝とはね、で義を見てなさざるは言うなきなり、義理を忘れちゃえば仁義なき戦いみたいに、もう義理を忘れてしまえば何でもあり、自分の欲望のため、自己保身のため何でもやるんですけども、まあ、義理とか正義っていうものは、果たされるならそこに勇気がなければ、できないっていうことですよね。で、なんでこの、木にあらずしてこれを祀るはへつらうなりと義を見てなさざら言うなきなり、共同体を守るには、正当性、正義が必要なわけですよね。その正義っていうのは実行しないと、正義として実現しないんで、正義を感じてんなら勇気を振り起こして実行しろってこと言ってるわけですよね、これね。まあ、カントに実践理性批判というのありますけど、正義ってのは実践しないと
実現しない。理念っていうのは実践の中でしか、現れてこないもんじゃないですか。正しいことを思ってて実行しなければその正しさって何でもないわけですよ。で、実行した時に初めて正しさっていうのは、その法則性が出てくるっていうか、まあ立法するっていうのは義がなければ、正義がなければ立法なんかできないって話を、確か実践理性違反で 書いてたと思うんですけども、私も今手元にあって、だいぶ前に読んだんですけどね。まあ、道徳っていうのは実践とかかってるってことですね。まあ、幸福は実践にかかってないですから、幸福っていうのはただね、因子邪教をまつって自分に福があるように祈ってればいい話なんですけども、正義っていうのは自分が正義を振るって割に合わないことを引き受けることになっても実践しなきゃいけないわけですね。で、割に合わないことでも引き受けるってとこから正当性が生まれていくんであって、自分の立場、自分のコスパ、損得勘定だけで動いてるやつには勇気なんかないわけですよ、別にね。一目散に逃げればいいわけですから。だけども、まあ、倫理とか道徳っていうのは実現するためには、それを正当性として共同体の柱にするためには、割を食うことがあると。で、割を食うと分かってても、重い腰を上げるのが勇気ってことですね。まあ、そういうこと言ってんじゃないのかなと思いました。まあ、その木にあらずしてこれを祀るはへつらうなり。損得勘定で、因子邪教を拝むっていうのは、へつらってんだと。正義だと分かってても、戦わないのは、それも自分の幸福ばっか考えてると。へつらってんだと。で、へつらってたら自分の共同体なんで守れませんよと。そら、統治の根幹が揺らいできますよってことを言いたい。だから異性って語に入ってんのかなと思いました。ということです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。